ちに行け、魔物め。村人が襲われておるぞ。放っておくわけにも行くまい。助かったよ。ここも物騒になってきたからね。これはお礼だ。使ってやってくれ。ここも物騒に。
ままになってできないよ。薬王か。むやみに探しても見つかるわけではないな。どうしよう。どんな魚かもわからないし。ひとまず町の住民に話を聞いてみるのがよかろう。そうだね。お店で売ってるかもしれないし。数少ない港町よ。いろいろな品物を扱ってるから何でも揃うわ。町の中心には郵便局があってね、ここからいろいろな町に手紙だったり荷物だったりが配られるの。あとはそうね、海でしか釣れない魚も需要が高いかしら。あ、いい女もたくさんいるよ。需要は高くないけどね。貿易のおかげでこの町は他と比べてだいぶ裕福よ。老人にはこの階段が辛くてのう。買い物へ行くのも一苦労じゃよ。昔はこっちの門も使っていたんだけどね、今は錆びついて開きにくくなってしまったんだ。拉致が開かぬな。うん。では薬王に詳しそうな人間を探してみるか。え、そんなことができるの？もちろんだ。最初からそうすればよかったじゃないか。
すぐに助けを求めるのは人間の悪い癖だ。そうか、自らの力で探そうとするのは立派なことだ。平気か？大丈夫。体力が減っておるようだ。次は気をつけるのだぞ。昨日は全然釣れなくておかずが寂しかったんだ。だから今日はたくさん釣って帰らないと。今日はグローブフィッシュを釣るためにゴカイをたくさん持ってきたんだ。あいつらはこの餌でしか釣れないんだよ。そんなんならすぐ釣れるだろう。ここじゃ釣れないんだよ。竿をやるから自分で釣ってこい。薬魚は西の入り江で釣れるぞ。釣り方？そんなことも知らないのか。魚の動きとは逆方向に体を動かすだけだ。ほら、ルアーもやろう。釣りは魚との体力勝負だからな。頑張れよ。釣りをは嫁が怖くて酒が飲めるか。まずは入り江に行ってみよう。一日一回は酒場に繰り出すのが海の男の仕事だよ。おおらい、釣れてるかい？沖にある鉄橋は昔は大きな鉄の箱が走っていたらしい。今じゃすっかり鳥の巣になったがな。釣り竿と餌さえあれば海岸のどこでも釣りができますよ。毎日新鮮な魚が食えるからさ、魚好きにとっては最高の町だよ。今晩の夕食何にしようかしら。毎日魚だと飽きてしまうし。いらっしゃい。今日はまだ魚の入荷がないんだ。また来ておくれ。外国から届いた貴重な素材がいっぱいあるよ。また来ておくれ。あれだけプレゼントをたくさん送ったのに、別の彼氏ができたからごめんねだってよ。ひどい、ひどすぎるじゃないか。ほれほれ、今日はたくさん飲んで、嫌なことは酒に流しちまえ。お待たせしました。この酒場の人気メニュー、サーディンパスタです。今夜も魚を使った料理にするかな。毎日新鮮な魚が食えるからさ、魚好きにとっては最高の町だよ。あ、驚かさないでよ。いらっしゃい。本格的に釣りをするならルアー以外にもいろいろ餌が必要だよ。
餌がなくなったらまたおいで。この辺じゃ買えない貴重な薬を取り揃えてるよ。また買いにおいで。多少値が高くても外国製ってだけで売れるから不思議なもんだな。みんなでかくれんぼしてるんだけど見つからないな。お兄ちゃんと遊びに行く約束したんだけど全然外に出てきてくれないの。なんだか指が黒くなってたみたいだけど。老人には、ここなら静かにしてれば絶対見つからない秘密の場所なんだ。だからこっち来ちゃダメ。驚かせないでよね。なんだか人の話を聞いてない人が多いよね、この町。まあそれがいいんだけどさ、多少腹が立っても流すことを覚えるといいよ。そんなところで何をしてるの？漁へ出る前に海を観察してたんですよ。天候を予測するのは漁師にとって大切なことなんです。海上で大雨や嵐に巻き込まれると命に関わりますからね。漁には使われないですが、釣りに行く人とかで小型の船を使う人もいますから、点検は毎日怠らないようにしています。勝手に乗って行ったりしないでくださいね。普通に沈みますよ。見せ物じゃない。仕事の邪魔をするな。暗い顔をしていても仕方ないからね。変な宗教みたいなものにすがるよりよっぽどマシだよ。3ヶ月でへばるなど、最近の若いのは根性が足りん。この調子ならもう3ヶ月は今のままだな。
漁師の仕事は始めて3ヶ月も経つのに、まだ1回も漁に出させてもらえないんだよ。海に出て仕事をしたいから漁師になったのに、ひどいと思わないか？新しく入った新人、筋はいいがまだまだ考えが若すぎる。まだしばらくは下働きで修行だな。僕は大きくなったらね、大きな船に乗るような立派な海の男になるんだ。次の漁に出るまで少し時間があるんだ。それまで十分に休息を取らないとね。ここは陽気で乱暴な奴らが多いだろう。まあ、海の近くで暖かいから頭使わなくなるんじゃないのか。するんだ。誰にも見られちゃいけないんだ。別の町にいる兄へ手紙を出しに行くところなんです。郵便局があるおかげで遠くにいる人とも話ができるので、すごく助かってますよ。私の夫も仕事仲間を連れて毎日酒場へ行ってるわ。これ以上続くようならお小遣いを取り上げてしまおうかしら。うちの夫と来たら真っ昼間からお酒お酒って騒ぐのよ。子供もいるんだから少しは控えてほしいわ。まったく、東大のおばあさんには困ったものよ。あれだけ乱暴だとまだまだ長生きしそうね。おまじないをするんだ。東大のおばあさんの持病ってのも怪しいもんだわ。あれは軽病って言うんじゃないかしらね。ああ、ここですか。郵便局だよ。足の具合がまだ思わしくなくて、配達にはまだ出られなさそうなんだよ。
える橋桁？ああ、昔は大きな橋だったみたいね。今じゃいい魚礁だけどね。僕は料理人を目指そうと思ってるんだ。魚以外にもいろいろな食材を使ったお店を開くんだよ。いらっしゃい。新品ってほどじゃないが、いい武器は揃えてあるつもりだよ。毎度あり。あの海に見える橋があるだろう。旧世界ではあの上を大きな鉄の乗り物が走っていたらしいな。それはお前、この先の灯台に住んでいるばあさんには注意した方がいいよ。あの人に関わるときっとろくなことがないからさ。場所ほど。ま、アザラシ。いらし。餌が。が。外国製のや、また外また、この先の灯台に住んでいるばあさんには注意した方がいいよ。あの人に関わるときっとろくなことがないからさ。私たちのおまじないは誰にも知られちゃいけないの。さよなら。よし、これをヨナに持って帰ろう。
足を止めるな。こういう手合いは武士が得策であるぞ。いた、いた、だだだだだ、あいつ。おばあちゃん、どうしたの？チャベル本なんて奇怪なものを見たせいか、持病が悪化して。我が奇怪だと失敬であるぞ。ものか、君が悪いから機械って言ったまでだよ。この言わせておけば、貴様。ちょっとシロ。ちょっとお待ちよ。かわいそうな老婆を放っておく機械。かわいそうなものか。どうしたの、おばあちゃん。もうちょっと早く助けてくれてもいいんじゃないのかね。ごめんなさい。それだけ口が回れば大抵の用事はこなせそうだが、我らに何を頼みたいのだ。郵便局まで行って私宛ての手紙をさっさと届けるように言ってくれないかね。そのくらい自分で。あいたた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 。わかった。行きます。なんだい。早く郵便局に行ってきておくれよ。ちょっと仕事に疲れてね。ここは見晴らしがいいから気分転換にちょうどいいのさ。
さん、お弁当忘れてるよ。やあ、いらっしゃい。入り江で会ったおばあちゃんが自分宛ての手紙が来ているはずだって。ああ、東大のばあさんか。いかにも、あのうるさい老婆にさっさと手紙を届けよ。届けたいのは山々なんだけど、ちょっと足を怪我してしまって。そうか、それは大変ですね。あ、いいこと思いついた。やめろ、口に出すな。いいことなわけがない。絶対違う、我は分かっておるのだぞ。僕が配達員さんの代わりに届けます。ああ、すまないね。気をつけるんだよ。あのばあさん、一筋縄ではいかない性格だから。知っておる。うん。あ、今度は何だ。君たちはポポルさんの村からやってきたのかい。そうだよ、どうして分かったの。服がちょっと違うし、ここらの人とは雰囲気が違うからさ。もしよかったら、村に戻った時にこの手紙をポポルさんに渡してくれないか。もちろん。まったく、この調子なら郵便配達員に転職した方が良いな。手紙の件、よろしく頼んだよ。確か東大のばあさんって言ってたから、東大に行ってみよう。まったく面倒な話だ。なんだ、あんたかい。何しに来た。望み通り手紙を届けに来たのだ。配達員さん、怪我しちゃったらしくて。怪我？は、全く使えない配達員だよ。道理で手紙が来ないはずだ。手紙をくれる相手がおったとはな。人だよ、あたしの大事な人さ。ま、届けてくれたお礼だけはやろうかね。
手紙をくれる相手が大事な人だよ。ヨナに早く薬魚を食べさせないと。目的の魚は釣れたようじゃの。まあどうしてもというのなら魚釣りのコツを教えてやらんでもないんだ。覚えておいて損はないよね。おじいさんお願いします。じゃあまずはサーディンを10匹釣ってくるんだ。このお題をクリアできたらコツを教えてやろう。釣れぬのか。魚が逃げちゃうよ。すまぬ。いらっしゃい。今届いたばかりの新鮮な魚ばかりだよ。また買いに来てくれよ。いらっしゃい。
あ、東大の？おじいさん、釣ってきました。おお、ちゃんと釣れたか。よしよし、では早速教えてやろう。どうだ、前よりもうまく釣れるようになっただろう。だけどその練習だけで2日も釣りし続けてるよ。よしよし、弟子一号や、次のお題を出してやるぞ。待って、僕はいつから弟子になったの？若いのが細かいことをいちいち気にするな。今回のお題はグローブフィッシュを7匹だ。またコツを教えてやるからせいぜい頑張れよ。グローブフィッシュ7匹釣れたのか？釣りというのは急がず焦らず確実にだな。し、魚が逃げちゃうよ。すまぬ。
らっしゃい。いつまでも隠しておけるもんじゃない。Thank you.
おじいさん、釣ってきたよ。おお、グローブフィッシュだ。さすがわしの弟子一号だ。よし、次の技の練習に入るぞ。ところでおじいさん、僕が釣ってきた魚はどうしてるの？焼いて食べてるに決まってるじゃろ。何を当たり前のことを聞いてるんだ。さて、次のお題だが、ニジマスを7匹釣ってこい。ご老人、これだけの魚を食べてよく飽きないな。余ったら店に売ればいいお金になるからの。ほれ、弟子一号、さっさと釣りに行かんか。さ、ニジマスを7匹釣ってく。こんにちは。このお店のおすすめ料理ってありますか？おすすめの料理ですか。一番の人気メニューがあるんですけど、最近材料不足ですぐなくなっちゃうんですよ。おかげで売り上げも落ちて踏んだり蹴ったりです。それは大変だね。僕が材料を集めてこようか。本当ですか？すごい助かりますよ。材料は薬草を10個、小麦を10個、サーディンを10匹です。もし具材をお持ちでしたら高く買い取らせてもらいますよ。必要なのは、
まだ商品が足りないな。どうしたの？実は私、新しく交易商を始めるところなんだ。それで取引に使う品を集めてたところなんだよ。取引に使う品って特産品とか？特産品というか、その土地で取れる基本的な素材だな。こんな時代だからどの地方も品不足なんだよ。ただそれらを仕入れるルートがまだ確立できてないんで、今宿泊してるところなんだよね。一度取引が成功してまとまったお金が手に入ればだいぶ変わるんだけど。それなら僕が素材を取ってきてあげるよ。それを売って資金にすればいいよ。そいつは助かるな。ぜひお願いしたい。それじゃあ何を集めればいい？たくさんあるからメモを忘れずに頼むよ。羊毛を10個、天然ゴムを5個、ヤギの毛皮を10個、以上をお願いしたい。結構たくさんあるね。時間がかかるけどいいかな？じゃあその間に取引の用意をしてるから大丈夫さ。それじゃあよろしく頼むよ。
3個、木の実を3個、全ああ、デボルさんとポポルさんの歌、聞いたことあるか？デボルさんはいつもここで歌ってるじゃないか。デボルさんはな、2人で歌ってるところを見たことがあるかって聞いてるのさ。え、そんなの見たことないな。昔は結構この酒場に来て歌ってくれてたんだよな。あんたからも二人にちょっと歌ってくれないか、頼めないか。そうだね、僕もポポルさんが歌ってるところを見てみたいし。酒場に来るなんて珍しいな。さて、デボルさん、お願いがあるんですけど。珍しいな、どんな頼みだ？以前ポポルさんと二人で酒場で歌ってたんでしょ？ちょっと二人の歌声を聞いてみたくって。ああ、なるほどね。確かに最近のポポルは忙しくて酒場には来ていないな。いいよ、ポポルが来れるなら私はいつでも。今日はどんな仕事が来てたかな。どの仕事を紹介しようか。犬探しの依頼が来てるぞ。本当に何でもやりなりつつあるな。依頼人の場所は地図に書き込んでおいたから、詳しくは本人に聞いてくれ。なんだ、別の仕事を紹介してほしいのか。どの仕事を紹介しようか。海岸の町の郵便配達員からの依頼だ。何でも頼みたいことがあるらしいぞ。依頼人の場所は地図。なんだ、どの仕事を紹介しようか。このあんた、うちのジョンを見かけなかったかね。ジョン、この村にジョンなんて人いたかな。ジョンはうちの犬だよ。昨日からいなくなってしまったんだ。ああ、そういうことか。心当たりはないの。いつも北平原に遊びに出ているようだったが、戻ってこないんだよ。わかった、見つけたら連れて帰ってくるよ。よろしく頼む。おじいさん、どうしたの。なに、ちょっとばかり心配で息が詰まっただけだ。心配はいらんよ。そう、ならいいんだけど。チューリップの球根買ってきたよ。ありがとう。これは球根の代金とお礼ね。ああ、大事なことを忘れてたわ。肥料を一緒に頼もうと思ってたのよ。また海岸の町に行った時にでも収穫促進肥料を3個お願いできるかしら。わかった、買ってくるよ。お庭をお花で埋めてみるのはいかがかしら。綺麗な。こんな場所に隠していたんだ。見つからないはずだよね。
ポポルさん、ちょっとお願いが。何かしら。以前デボルさんと二人で酒場で歌ってたんでしょ。ちょっと二人の歌声を聞いてみたくって。確かによく歌いに行ったわ。でも今はあんまり行ってないの。忙しいから。忙しいのもあるんだけど、お酒がないと酒場で歌うのに調子が出ないのよ。お酒なんて酒場にいくらでもあるじゃないか。私が飲むお酒はあんまり入荷しないお酒なのよ。海岸の町の酒場から取り寄せてるらしいから、ちょっと聞いてもらえる？あのお酒手に入りそう？静かにしておるぞ。何と言っても喋ると魚が逃げてしまうからな。我とて今以上に学び成長する。魚が逃げちゃうよ。ヒューマン、thank you.
倒れておるな。依頼のあった犬かもしれぬ。おじいさん悲しむだろうな。せめてお墓を作って埋めてあげて。お？口に何か加えている。何かの葉っぱみたい。この葉を取りにこのような危険な場所まで来たのが原因のようだな。そうみたいだね。せめてこの葉っぱだけでもおじいさんの元へ届けよう。せっかく見つかったけど死んじゃってたね。あのおじいさん残念があるだろうな。生きる者は死から逃れることはできない。犬も人もそれは変わらぬ。じゃあシロは？さあなあ、考えたこともない。いつかは存在すら消える時が来るやもしれんな。そんなの寂しいよ。なあ。何？我がもし消えてなくなることがあるとしたら。そんな縁起でもないこと言わないで。大体シロは神なんだから死なないよ。そうだな、そうだとよいな。鶏の卵を見つけてきたよ。見つかりましたか？噴水そばの壊れた壁の裏側にあったよ。高い場所で物陰とかに隠すようにしてるみたい。今度からはそのあたりも探すようにしてみるかな。ありがとう。これはお礼だよ。この家のおじいさんはどうしたんですか？じいさんは先日亡くなったんだ。もともと心臓を患っていてね。そうか、ちょうどジョンと一緒に行っちゃったんだね。そういえば探してたジョンが最後に加えていた葉があるんです。これはじいさんが心臓の薬にして飲んでいた葉だ。まさかジョンはこれを知って通りに行っていた。そうか、
あんたには世話になったな。これ少ないけど取っといてくれ。主人思いのいい犬であったな。天国でもじいさんとジョンは仲良くやっているかな。ああ、きっとそうだと思うよ。そうに決まってる。じいさん、ジョン。どの仕事を紹介しようか。海岸の、ま、依頼人。外国、また日中は風が吹いてて気持ちいいね。みんなでかくれんぼしてるんだけど。郵便局で配達をしているお兄さんの知り合い？なんだ違うのか。でもあんたもいい体してるね。配達員さん、ここ数日見かけないのよね。何かあったのかしら。うちの夕食は夫が取ってきた魚を使う予定よ。少しでも節約しないと。この辺じゃ買いだ。また買い。日中は風が吹い。
ああ、ここですか。いや、ちょうどいいところに。どうしたんですか？あの東大のばあさんのところへ手紙を持って行ってくれないか。他の配達員はみんな嫌がって、あのばあさんに関わろうとしないんだ。だろうな。私もまだ足の怪我が治っていなくて。悪いが、手紙の配達を頼んでもいいかい？うん、そんなことでよければいつでも手伝うよ。ありがとう。ばあさんはいつもの東大にいると思うから、よろしく頼むよ。身の毛。まったく、人使いが荒いにも程があるぞ。まあまあ、みんなの役に立てるんだからさ。お前はお人よしすぎるぞ。シロは冷たすぎるよ。おじいさん、釣れたよ。おお、確かにニジマスだ。腕を上げたな。な、今回教える技は習得が難しいぞ。覚悟するんじゃぞ。ほう、どうやらマスターできたようじゃの。さすがわしの弟子一号だ。少し休ませて。釣りとはこのような過酷なものだったのか。弟子一号よ、だいぶ腕を上げてきたようじゃが、ここからが釣りの本番だ。今回のお題はブリームを5匹だ。こいつを釣ってくるのだ。喋らないの？魚が逃げるのであろう。でも喋らないシロは変だと思って。なら喋ってもよいのか？ダメ。どうすればよいのだ？
グローブフィッシュを釣るために釣ってきたよ、おじいさん。おお、さすがだ。さあさあ、早速わしに渡すのだ。この魚、前のニジマスよりも高値で買い取りされていて。はあ、若いのが細かいことを気にするな。便の出が悪くなるぞ。さあ技の練習をするぞ。ねえおじいさん、なんで魚を釣る練習で20キロも全力で走らされるの？体力あってこその釣りだからな。魚との格闘は体力が大事なのだ。今回のお題はブラックバスを5匹だ。存分に釣り上げてくるがいい。ご老人、お主、楽して儲けたいだけではなかろうな。何を言うておる。技を教えてやってるのじゃから、うまみがあってもよかろう。やはり儲けたいだけではないか。すみません、ポポルさんがよく飲んでいるお酒って今用意できますか？ポポルさんのお酒か。あれちょっと特殊だから今在庫がないんだよ。そうなんですか。なんなら材料を取ってきてくれるかい？それならタダで作ってあげるよ。わかりました、お願いします。それで必要な素材って何ですか？必要なのはトカゲの尻尾を5本とネズミの尻尾を5本だよ。いや、お酒の材料を。そう言いたくなる気持ちはわかるけど、必要なのは今言った材料だからね。そうなんですか。必要なのは、
しょ。あんたたちか。大丈夫？あんたたちが手紙を持ってくるのが遅いから持病が悪化したんだよ。口の減らぬ老婆め。あ、届けてくれたお礼はやらんとね。こんなにもらえないよ。いいから取っときな。次からもっと早く手紙を持ってくるんだよ。もっと要求にキリがないな。あの人はいつ帰ってくるのかね。血の具合がまだ思わ…薬草お散歩。
どの仕事を紹介しようか。例の海岸の町の配達員からだ。口の悪い老婆に困ってるらしいぞ。依頼人の場所は地図に書き。頼まれてた肥料だよ。ごめんなさいね、二度手間かけさせちゃって。これは肥料の代金とお礼。あと球根と肥料を一個ずつあげるわ。機会があったらあなたも育ててみてね。お庭を。綺麗な羊の肉取ってきたよ。ありがとう、助かったわ。またあら、ここは一つ魔法でザバーッと魚をすくい上げるとかどうだ。できるの？魚の姿が見えておればな。見えるの？いや。ならおとなしく釣るしかないね。そうだな。
最近羊の肉が少ない。いらっ。また。言われたもの全部取ってきたよ。お礼よこれ。早速薬にするわね。ついでで悪いんだけど、この薬を噴水にいるばあさんに届けてもらえるかしら。おばあちゃんにだね。すぐ届けるよ。羊狩り。おばあちゃん、届け物だよ。ありがとうございます。これがないと歩くのも辛くてね。あまり無理はしちゃダメだよ。ええ、気をつけますよ。あと、これは届けてくれたお礼ね。ちょっとちょっと、お仕事を頼みたいんだけどさ、今いいかい？仕事なら引き受けるよ。ありがとう、助かるわ。崖の村でワシの卵を取ってきてほしいんだよ。なるほど、あの老婆に与える薬にするのだな。そうそう、シロちゃんは賢いわね。シロちゃん。崖の村は魔物がたくさん出るって話だからさ、あんたにしか頼めないのよ。お願いできるかしら。任せて。何をほうけているの、シロ。もう行くよ。わしの卵は鉱石が取れる場所で稀に取れるそうよ。高値で取引されてるからって売ったりしないでよね。
の場。なあ、頼むよ、いいだろ。無理だよ、ここを出るなんて。大体灯台が無人になったら困るじゃないか。いつまで働かせるつもりだい。私はあの人に会いに行くんだ。船に乗りたいんだ。ダメダメ。さあ、ばあさんは灯台の仕事があるんだろ。帰った帰った。おばあちゃん大丈夫なの？灯台を守る人は他にいないからね。いてもらわないと困るんだ。そんな。君たちはあのばあさんから信頼されてるみたいだから、なんとか説得してみてくれないか。しょうがない、行って様子を見てみるか。おじいさん、釣ってきたよ。さすがじゃな。このまま上達すれば、いずれあれを釣れるかもしれんの。あれって何？このまま上達すれば、いずれ教えてやろう。さあ、今は練習に打ち込むのだ。どうだ、釣りを始めた頃とは段違いじゃろ。うん、すごく上手くなった気がするけど、練習きつすぎるよ。若いうちから楽をするでない。うん、こんなに海が近いのに、ここの町の人間は釣り一つ満足にできない奴らばかりか。必要なのは、
ほど。材料集めてきたよ。ありがとうございます。先に材料費をお渡ししますね。今から調理しますので少々お待ちください。お待たせしました。この酒場の人気メニュー、サーディンパスタです。あー美味しそう。いただきます。すみません、ちょっとお願いしたいことが。どうしたの？新しいメニューを何か作れないかと考えてるのですが、なかなかいいアイディアが浮かばないんです。そこで旅先で何かいいアイディアとか見つけられましたら教えていただけないかと思いましてね。新作料理のアイディアね。わかった、何か見つけたら知らせるよ。ありがとうございます。料理のアイディア、本とかで調べた方が早く見つかりそうかな。必要なのは。おばあちゃん、これって黒門病だ。しかも末期の。おばあちゃんの持病って黒門病だったんだ。あんたたちかい。あたしの病名は町のみんなには内緒にしといてくれよ。死ぬのは怖くないさ。もう十分生かしてもらった。一人ぼっちで長すぎるくらいの人生だった。本当だよ、死ぬのは怖くない。ただ心残りが一つある。死ぬ前にあの人に会いたいんだよ。50年もの間私は町を離れず灯台を守ってきた。町の人たちのために働き続けた。最後くらい町の外に出てもいいだろう。船に乗ってあの人に会いに行ってもいいだろう。最後の願いか。おばあちゃんの願いを叶えてあげたいな。どうやって？我らだけでは難しかろう。誰か町の者の協力を仰がねば。そうだ、配達員さんに頼んでみようよ。
さっきのおばあちゃんの話、もう一度考えてもらえないですか？外に出たいって話？そりゃ無理だ。彼女の健康のためにも。あの老婆はすでに重い病を患っておる。もう長くない。だからね、どうせおばあちゃんのことを思いやるなら最後のお願いを聞いてあげる方が。とにかくダメだ。今日は用事を思い出したんで、ここまでにしてもらえるかな。今日は用事。あの配達員の様子が気になる。ちょっと戻ってみるか。ばあさんが死ぬだなんて。じゃあこの手紙は。配達員さん。何してるんだ、そんなところで。そっちこそ何をしておる。仕事だよ。手紙を書いているんですか？君たちには関係のない話だ。では我らも関係のあることについて一つ聞きたいのだが、どうして老婆への手紙の消し印だけこの郵便局のものなのだ？それは我らが配達を手伝った他の郵便物は全て違う郵便局の消し印だったんだ。どういうこと、シロ？老婆への手紙は外国から来てはおらぬ。何者かがこの町から出しているということだ。そこまで分かってるなら。見せたいものがあるんだ。奥の部屋にあるから取ってきてもらえないかな。奥の方に何かあるよ。荷物をどかすのだ。なんでこんな面倒くさい場所に置いてるんだろう。厳重に隠しておきたい何かがあるのだ。厚い束であるな。全部あのばあさんが書いた手紙だよ。届けておらぬのか。届けることはできないんだ。もう死亡通知。じゃあ今おばあちゃんに届いている手紙は。私が書いているんだ。残酷なこと。残酷、そうかもしれないな。町ぐるみでばあさんに嘘をついているんだから。じゃ他の人も。あの人の生きがいを取り上げることなんてできなかった。
恋人が外国で生きていると信じて疑わないあの人に真実を告げることなんてできなかった。だから私たちは嘘をつき続けることを選んだんだ。50年間私の父の代からの話だよ。まだ嘘をつき続けるの？ああ、真実がばあさんを傷つけるくらいなら。真実を知ったからって不幸せとは限らないよ。幸せとも限らないだろう。おばあちゃんの願いはどうなるの？わからないよ、そんなことは。私にはもうわからないよ。何が正しいのか、何が彼女のためなのか。これは新しい手紙だ。待ちで待つようにと書かれている。我らにまだ偽りの手紙を届けさせるか。ここで君たちが真実を知ったことには何か意味があるのかもしれないな。私の意見はもう言った。あとは任せる。どうしよう。落ち着け。お前が動揺してどうする。町のみんなでたった一人のおばあちゃんを騙すなんてひどいよ。しかし50年だぞ。思いやりや善意がなければ続かぬ嘘ではなかろうか。老婆を東大森の仕事に縛りつけておいたのも恋人の死を知らせないためだったのだな。優しさってそういうことなのかな。あの人からの新しい手紙はついていたかい。手紙届いてたよ、おばあちゃん。あの人からの手紙じゃないか。嬉しいな。我らはこれで。嬉しいな。配達員にもありがとうって言っておいておくれよ。うん。嬉しいな。
ここです。足の具合がまだ。私の卵は宝石。どの仕事を紹介しようか。海岸の町の配達員から連絡が来てるぞ。何でも話しておきたいことがあるそうだ。依頼人の場所は。料理のレシピ？特殊な魚を使った料理が書かれているようだな。確かにあまり見ない魚だね。早速教えてあげよう。
今朝ばあさんが。そうか。眠るように安らかな笑顔だったよ。君たちは結局。言えなかったんだ、本当のことは。ありがとう。本当にありがとう。でもこんなにあっけなく言ってしまうなんて、あの人らしくない気がするな。これでよかったんだろうか。本当にこれで。あんな婆さんでもいなくなると寂しいもんだな。僕たちは正しかったのかな。おばあちゃんは幸せだったのかな。わからぬ。幸福がいかなるものかなど誰にもわからぬ。我らは自分が思うよりずっと不確かなのだ。図書館で調べたら良さそうなレシピの本が見つかったよ。これがその本です。本当ですか？どれどれ。なるほど、シャークですか。確かにこれらは扱ってなかった食材ですね。それではこのフカヒレのチャーハンというものを作ってみます。食材集めにご協力していただいてもいいでしょうか？もちろん、最後まで付き合うよ。ありがとうございます。必要な材料はシャークを5匹、米を5個、キノコを5個ですね。以上のものをよろしくお願いします。食料不足のこんな世でも未食の文化は存続しているのだな。しよう。